かぶりの光とメッケです。本日やっていく企画は、はい、こちらデデン、チューブがあります、ね、はい、ここカントラですね、はい、このカントラで、うん、ロンダーとバクチューをやります、うん、はい、このチューブに触れずにバクチューで越してください。ぬぬぬぬぬ、言うたらバクチュー高跳びですね。あー、高さを上げていくってこと？はい、果たしてどのくらいまで、うん、僕らはクリアできるのかという、おー、バク宙での跳躍力を確かめていきたいなと、うん、思います。ただただこれ挑戦してどこまでいけるかなって、うん、もう、うわすげー、うん、っていう動画なんで、はい、凄さを目指して頑張っていきたいと思います。確かにこれギネスに乗るかもしんないね。あんま見たことないっすよ。ないから、今のこの段階でもギネスかもしれん、もしかしたら。そうだよすごくないけど、バク宙できたらギネスみたいな、うん、高かったら僕らがギネスの記録をどんだけ高く作れるかをちょっとやっていきますか。はい、頑張りましょう。例として、はい、これクリアできるんですけど、うん、これやっていきたいと思います。はい、レッツ高跳び、おう、余裕すぎ、これで当たったら面白いのにな。あー、余裕でした、さすがに。はい、あと100センチアップぐらいできるよ。いきますか。余裕でした。ちょっとさ、これピットとかの方がいいんじゃないの？怖くない？怖いっす。で、あと足も合わせづらいっす。うん、いきます。はい、おー、余裕、おー、怖っ。135クリア、いきます。余裕、全然怖くない。クリア、170センチ、できます。じゃあ、わざわざや。これは体操やってみなさん、いい練習になる可能性ありますよ。いきます。お、え、当たった。どうぞ。ダメとこシータ、うん、うん、うん、おっ、どうぞ、もう一回、おい、2メーター近くですね。じゃん、おい、めっちゃうまい。先に頭抜けて最後にくるって。ああ、今胸で宙返りしてるんだよ。うわ、そんなことあるの？今。ああ。おー、ロンダーとバク転。ああ。場所だけがするわ。次ロンダーとバク転の、もうちょいこっち側でバク転すれば、ギュッていける気がする。はい。うえー、うまい。めっちゃいい。投げ出された人形みたいになったけど、すごい、ウッディいたわ。あー、絡め取られた、おー、すげー、やったー。めちゃくちゃうめえよ。今めちゃくちゃうまかったけど、ほんともうこんくらい。じゃあこの高さまで来たら、ちょっとずつ上げていこうか。あー、バク宙モンスターボックスです。おー、いい名前っすね。
163、手伸ばして30センチ増しぐらい、2メーター20とかありそうじゃない？ありそう。マジモンスターボックスだ。体操選手ならせこい手を使わずに先生の押していきたいと思います。はい。うわっ、おっしゃー、襟足刈り取られた。大丈夫です、毛落ちてないです。おっおっあーだめだー。うなじ刈り上げてくればよかった。うなじ刈り上げたら死んじゃう。進撃の巨人じゃないですか。めっちゃ惜しい。高さバッチリ、距離もバッチリ。クソっていうか、うまっ。俺は絶対に通す。僕ら、自由形やってないんだよね、今日。自由形でやったら、体操選手でも勝てるぞっていうところを見せて終わりたいと思います。わさあ、シュッ。まあ、人間というものにはね、個性がたくさんありましてね、得意不得意があるので、僕がね、得意な前方向へ行きたいと思います。あれ得意ではない。前方ならもっといけそうな気もする。いきます。うわー、足、靴下脱ぎます。これは何にでもガチで挑む男なんでね、行くぜ。ファイト。あー、鼻当たった。やはり人間には得意不得意というものが存在します、はい、そしてそれプラスで五感というものも存在します。五感が出てきた、体操において、はい、触覚、はい、聴覚。聴覚、触覚とは触覚あ、人間に触覚があったあれ、あ、ピッコロ。じゃあそれは置いといて、あ、置いとく、はい、やっぱさっきの後方形というのは、はい、視覚がなかったんですよ、はいはいはい、紐がどこにあるとか。そうだね。なのでただ前方はミッキーがやってくれたので、はい、うん、僕は後方形で半分ひねりでやっていきたいと思います。おお、めっちゃいいアイディア。それでいけばいけるでしょう。そう、今日は脳みそ切れてるやん。今日脳みそ切れてる。今日はっていうのやめてもらって。今日はモディ。ああ、今日僕か。今日マジいけそう。半分ひねっても四角なかった。下見てる。そう、やっぱり体操選手は地面を探しちゃうんですね。そうだね、体操選手ってね、あんだけくるくるって回るじゃないですか。地面見えるんですよ、長年の、まあ、技っていうかね。そんな感じです。あ、一人語りしてくれる、ありがとうございます。空中で目あった。どういうこと。空中で目あったんだけど。持ってる人もね。ラストにします。はい、大変大変ありがとうございます。大変大変ありがとうございます。もう補助台。ほぼ補助台。ラストチャンス、いけるいける。あー、終了。終了。今日はいつもと違った遊びをやってみました。あ、一番越したのがミキトさんですね。はい、ミッキーの記録、うん、2メートル60センチです、トランポリンから測った時の2メートル60。はい、地面からだったら2メートル80です。やばっ。やばすぎでしょ。えぐい。いや、でもそこら辺の巨人飛び越せるってことだもんね。2メートル、もうだって人いないっすもん、2メートル60。いないよね、巨人だ。いても2メートル20とか。ってことは人いたら余裕ってことっすね。うん、すげえ。素晴らしい。人は余裕でトランポリンでは飛び越せるということがわかりました。はい、ということで本日も動画のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。